ドキは中世ヨーロッパ、先祖代々国を治めてきたラムマツケの命により芸術活動が盛んに行われていたこの国では、ラムマツケのタンギング王子が好んで演奏していたフルートが大流行しておりました。そこでタンギング王子はフルートを一緒に吹いてくれる結婚相手を探すために城でオーディションを開催。その結果、身分は使用人でありながら清らかな心と素晴らしいフルートの腕前を持ち合わせる女性フエデレラと出会い、めでたく結ばれたのでございました。そんな二人はさぞ仲良くフルートを吹きながら幸せに暮らしているはずだったのですが、おっと、ここで全てをお話ししても仕方ありません。二人の様子を覗いてみることにいたしましょう。王子様どこに行ったのかしら。約束の時間なのに。フルーラ
は何にも変えがたい。まあよ、今日はこの辺で一旦休憩としよう。また午後も私とデュオしてくれるか。もちろんですわ、王子様。王子様を送るフエレーラをひどく妬んでいました。